築祭は、江戸時代初期の金像紙、大本二冊。1621年から1623年頃、刊行。作者は、医師の富山道也である。作者の富山道也は、伊勢国松坂の昇家の出身で、京都の名医、真瀬原作について、医学を治めた人物である。筋書きは、慶長頃、都に住む、ヤブ医者蓄が、緊急の結果、 家来の睨みの助を友として、諸国アンを思い立ち、見納めとして、京都名所を見物する。東海道を下って、名古屋に滞在し医療を行うが、治療に失敗し、3年ほどして、江戸に下り、江戸の名所を見物して終わるというものである。畜細の変歴を滑稽化すると同時に、世相風刺を織り混ぜ、名所案内の要素も含んでいる。畜細のモデルは、 マナセ原作に修学したマナセ流を標榜する、ヤブ医者と考えられるが、諸書,書からの批判をはばかって、慶長の頃を匂わせるなどカモフラージュが随所に見られる。また、初版の現な枯渇地本に対し、関映性半本は軽見物の後に、ハリマ侍の切腹未遂騒動という、長編エピソードが増補されるなど、改定がなされている。本作は人気を博し、 畜区祭化物語などを出現させ、変歴体小説、浮世物語や、明書記の出現に影響を与えている。世相については、公職僧侶批判や見かけばかりで実力の当てにならぬ、意師の反乱など、当時の世相に対する批判も垣間見える。ありがとうございます。